今回俺が挑戦するのは火吹き芸ってやつだ。見たことねえか、口からドラゴンか何かみてえに火を吹くやつ。単純に迫力もあるし最高にロックだろ。挑戦のしがいもあるし、やるからにはとことん突き詰めてく方が性に合ってる。トキアも髭の担当だが、割と向いてるんじゃねえかと思うぜ。慎重に準備を進めて本番で爆発する。理想的なパフォーマンスだ。昨日も練習見に来てたが、動画やらも確認しながら熱心に勉強してたな。ああいうストイックな姿勢は悪くねえ。俺も撮影とはいえ気を抜くつもりはねえ。もちろん CG だけに頼るつもりもな。サーカスだろうとライブだろうと、客に見せる以上やることは変わらねえ。ただ全力でやるだけだ。ただ熱いパフォーマンスにするとはいえ、頭まで熱くなりすぎたらダメだ。扱い方次第で危険なもんだっていうのは変わらねえからな。ライブの演出で火を使うこともあるが、今回みたいに自分が直にっていうのはまた違う感覚だ。見たことのないようなサーカスを見せてやる。お前ら振り落とされんじゃねえぞ。ちゃんとついてこいよ。行くぜ。3、2、1。どうだ、最高にクールだろう。